時は大 YouTube 戦国時代。そこに5人の侍が天下統一を目指し動き出した。最初の敵は大丈夫だからもう爆笑爆笑でもう疲れて帰るでしょね、振ってるやん、疲れて帰る、多分ほんまに宮城県の高校生はまだ腹抱えるっていうこと知らんと思ってたよ。そうやな、ひとほほやな。いや、ほんま楽しいな、ほんまに。お前だけやろ、ワクワクしてる。俺ほんまに嫌や、もう滑ってもお前が滑ったことない。そうやな、そうや、だから嫌や。だからもう見たら俺らもうそこ出ていかへんネタだけしてや、緊張してきた、マジで。結構生徒さん多かったですよ。連絡そうっすね、これはなんか私、どっからどう見ても新入生や、大丈夫や。制服ちゃうのよ。えパー出たって、えちゃんとしてな、高橋まずはクサッと出てもらえます。クックでいこう。もう行きますよ。いいよ、頑張って。いけるめっちゃ。おお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 まだ楽しい。まだ楽しい。まだ楽しいもね。頑張って。たかしやめて全員に向かって笑えやーって言ってくれ。いいね、いいね、いいね。笑えやー。たかし、まず自己紹介、たかしだよ、お願いします。ちょっと喜んで、喜んで。で、みんな手挙げてって言って、たかし。手挙げて、手挙げて。で、手挙げて、全員。手を上下に振ってって言ってください。で、こう、おい、おい、みたいな。おい、おい、全員、全員。おい。じゃあ、ある程度したら気持ちいいって言ってください。気持ちいい、これ。気持ちいい、あ、いいね、これで気持ちいい。ちょっとダンスタイム、これで指で数える感じで何人映ってるのかなって、約3万人で、あのいつもの指差しポーズ。あー、いいな、いいな。ちょっと待ってな、今日何人来てんやろ。約3万人やな。滑った、滑った。ただし急にふわーふわーって言って大きく円を描いて、大きく円を描いた後にこれぐらいのアップルパイくださいって言って、ふわーふわー、いいよいいよ。手拍子させてくれん。はい、手拍子もあかんわ、お前。手拍子や。で、踊って。手拍子急に止めさせて、俺インスタのフォロワー数11万人超えてんねんぞ。ラジオ体操しようって。ちょっとラジオ体操しよう、みんな。ちょっと離れて。マジ？マジ？
まずは腕組んで腰下げる動きって言って、また永遠にコサックしてくれへん。ラジオ体操、腕組んで腰下げるやつ。右端のメガネ、ふざけてたらしばくぞ。右端のメガネ、先生もちょっと笑えや。先生も笑うぞ。先生も笑わんかい。これは大阪から来た大阪男児、怒らしたらしばくぞ。これは大阪から来た大阪男児、怒らしたら校長先生しばいたのか。うわ、怖い怖い怖い。ちょっと待っておいてくださいね。ちょっと待ってね。めっちゃ感動の話。めっちゃ感動の話。はい、僕は、うん、僕はからちょっと感動の話に落としていきます。まあここまでお遊びです。僕は。でめっちゃいい話した後に急にふわふわって言って、やっぱりパイナップルパイがいいや。っ言ってくれ。気持ち事故ってね。僕には両親がいます。ずっと YouTube 反対されてて、まあそれでもたかしがやりたいんやったらいいよって言ってくれて、そっから頑張って YouTube して今100万人目前まで来てます。そういうこともあって、ここまで育ててくれたお母さんに車を買いました。お母さんも泣いてくれたりして、そんなことどうでもいいからアップルパイが食べたい。ダンサイン、ちょっとダンサインで。ダンジある程度だったら、あーでも僕はやっぱりパイナップルパイがいいな。ダンスタイム、ダンスタイム。あーでもやっぱり僕はアップルパイよりパイナップルパイの方がいいの。誰かに何パイ食べたいって聞いて、で、それはちゃうやろって真顔で。何パイが食べたい？アップルパイ。それはちゃうやろ。ダンスタイム、ダンスタイム。でもまあそうやな、全員とにらめっこしたいって言って、にらめっこしましょ、笑うと負けよ、あっぷっぷって言って、お前の顔面白い、ゲゲゲゲゲ。はい、最後に僕やりたいことあります。1個やってもらっていいですか。全員とにらめっこがしたいです。だから僕の温度に合わせてやってください。にらめっこしましょう、笑うと負けよ、アップップッ。お前らだらしない顔。はい、ということでドッキリ大成功。まずね、僕らが遠隔操作してたんですよ、たかしを。裏で遠隔操作してて、どうでした、たかし君。僕見たことないんですけど、はい、地獄があれとすればここやなって。地獄ですよ。
してるこっちはめちゃくちゃ嬉しい。あったわ。まだ4人もおんねんからな。そのまあを流すしどん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 言ってくれ。途中のダンスタイムが一番の地獄じゃん。でも本当楽しかったですね。面白かった。いや本当に失礼なことをたくさん言ってしまった。いや本当に向上性ですいませんでした。本当にか。あ、ちなみに校長先生の指示はしてなくて、たかしの一人のやつ。あ、面白かった。ありがとうございました。これが本当の赤ちゃん、プレイ。俺、聞き間違いかもしれないけど、飲ましてもらっていいですか？ちょっとよくわかるよな。ちょっと罰金の準備はしておいてください。ありがとうございます。美味しかった。どうだった？濃いめやな、だいぶ。